はいどうも、ひできです。今日はですね、12月25日でクリスマスの日でございます。見ての通り制服を着ていて、今日も仕事でございます。3日間のお仕事で、で、かつ2023年の仕事納めでもございます。3日間のお仕事で、でも中日は滞在だけでフライトはしない仕事となっております。今日は3本フライト。がございます。まずここサンフランシスコからベイカーズフィールドというところまで行きます。元 ANA の自社養成の訓練所があった場所です。でそこからまたサンフランシスコに戻ってきて、サンフランシスコからアリケーダに行って、今日のお仕事は終わりとなります。で今日はクリスマスの日なので、昨日も飛んだんですけども、もうみんな管制官と話すとき最後メリークリスマスっていう風に言ってたので、今日もそれが聞けるのではないかなと思います。では行ってみたいと思います。レッツゴー。ただいま、セキュリティも通りまして、今からゲートに向かいたいと思います。1444 maintains free down ただいまベイカーズフィールドに着きました。今すぐまたサンフラに向かいたいと思います。はい、どうもサンフランシスコ国際空港に帰ってきました。ですね、今日はクリスマスということで、地上係員のスタッフも、だいぶ足りてないみたいで、初め、出発するときに40分ぐらい遅れたんですけども、なんとか今時間を取り戻しましてオンタイムでございます。今からアリケーダに行きたいと思います。レッツゴー。Tower, Merry Christmas, Scott 3355, 2-8 left. Scott 3355, Tower, you too. Traffic holding running 1, right, 2-8 left, clear to land. 2-8 left, clear to land, Scott 3355. Pressing 2041, wind 0903, running 1 left, check off. South 9008, turn left, echo ground 28, see ya. ただいま。ホテルに到着いたしました。クリスマスの日のフライトが終わることができました。1本目のフライトなんですけども、サンフランシスコベイカーズフィールドに行くんですが、30分40分遅れまして、まあその理由としてはですね、今日クリスマスで皆さん休暇を取られている方が多くいまして、自分たちの飛行機の荷物を積む係の方とか、プッシュバックする人とかの、そういう、まあ、地上係員の人数が足りてなかったので、全体的にサンフランシスコ国際空港のグラウンドがスローダウンしていました。まあそれでもベイカーズフィールドにはちょっと、そうですね、遅れたんですけども、そこからこう、まあ、巻き返しててですね、次のフライトではオンタイムで着きました。で3本目も、何も問題なくアルケーダに到着いたしました。で、まあ、フライトも今日クリスマスの日になったんで、まあ、昨日も飛んだんですけど、クリスマスイブ。もう毎回管制官とパイロットがこうやり取りする間に、最後に、まあ、グッデーとか言ってこう挨拶していく方たちがいるんですけども、今日はみんなクリスマスなんでメリークリスマスっていう風に言って、周波数を変えてましたね。はい、自分ももちろん何回かメリークリスマスって言われたので、メリークリスマスって言い返しました。メリークリスマス祭りでしたね。自分たちのフライアテンダントの人もメリークリスマスって言って、お客さんから、そしてメリークリスマスもたくさんいただきました。まあそんな感じで今日は無事に終えることができました。5 minutes later。 はい、ですね、
ご飯を作ってきました。ある程度で今現在食べているのがですね、サラダでございます。ガーリックシーザーサラダをかけてます。で米はですね、いつも大量に炊いて冷凍して持ってきてます。でこちらがですね、トレー状の、韓国海苔でございますね。それとで今回がハンバーグですね。和風ハンバーグを作りました。でもう本当にパパって作っただけなんで、ポン酢をかけて終わりです。もちろんあの塩コショウとかしてるんですけど、個人的にはパン粉を牛乳に浸して、でそれとじゃがいもをすりおろしたものをハンバーグに混ぜてます。まあ、そちらの方が柔らかくなるんで、でまあそういう感じで食べていきたいと思います。まあ、やっぱまずは野菜ですよね。あとあれですわ、スープも飲まないといけないですわ。ちょっとスープ作りたいと思います。クリぼっちってやつですねこれ。マジで25日ですよ。いや本当にクリスマスですよ今日。ちょっとまあみんな信じてないかもしれないんで、MacBook の、はいはいはい、皆さん12月25日ですよ。はい、12月25日ご覧いただいた通り12月25日はい、アルケイダというホテルで一人でご飯を食べております。こちら韓国海苔でございます。はい、そこまで高くないです。うまい。ではハンバーグの方もいただきたいと思います。はい、ハンバーグの方もいただきたいと思います。うまっ。まあそんな感じ、たまにご飯作って行ってますね。まあ基本的には現地のものとか食べようとするんですけど、長くなるともうね、毎回外食っていうのはちょっと大変なので、こうやって作ってきたりします。やっぱり日本食が恋しくなっちゃうんで。やっぱポン酢って最強っすよね。ほんと何でも合うし、ほんとはここにね、あれなんですけど、大根おろしですりおろしたものを乗せたかったんですけど、大根が昨日もうなかったので、わざわざ買いに行くのもあれだし、普通にこねて作りました。でまあ今日ね、そうですね、クリスマスの日にちょっとまあ残念だったことがですね、クリスマス仕様のネクタイをすればよかったなっていうのはちょっと一つの後悔ですね。あとあれですね、サンタの帽子かぶってちょっとね、写真とか撮りたかったですけどね、完全に忘れてましたね。たまにクルー全員があのサンタの帽子とかかぶってるところとか見るんですけども、ネクタイすればよかったなというふうに思っております。また来年ですね、来年したいと思います。残りご飯食べてって YouTube 見てゆっくりしたいと思います。2日目でございます。朝ごはんも食べましてですね、今から少しちょっとここからですね、近くにビーチがあるので、まあ、ビーチじゃないですね、ここはですねもう海岸に近い町でして、なのでこのホテルから徒歩でそこの海岸まで行きたいと思います。ビーチがあるのかどうかちょっとまだ分かりませんが、そっちの方まで散歩しに行きたいと思います。までちょっと天気良かったんですけどね、ちょっとやっぱもう曇ってますね。飛行には全然問題ない天気なんですけども、映え的に言うと全然ダメっすねこれ。ちょっと待って、雨降ってきた。それはやばいね。ちょっとこれはやばいぞ。ちょっと頑張って早めに行きたいと思いますね。ちなみにですね、あそこが空港になっております。いやーほんまマジで雨降るとか、ほんまあれっすわ、雨男っすわ本当に。まあでもちょっと続行したいと思います。もしマジでやばなってきたら、ちょっと雨宿りどっかで避難したいと思います。ハイウェイ101ですね。これを行けばサンフランまで着きますね。まあ15分ぐらいのウォーキングなんですけども、あっち側がもう海ですね。そっちに行く前になんかちょっとビューポイントみたいなところがあるので、そっちの方まで向かっていきたいと思います。トラッキングコースにやってきました。いいですね、めちゃくちゃこの海の香りがしますね。あ、もう気づいたら雨止んでたんで、雨男じゃなかったですね、晴れ男ということで行きましょう。なるほど、ここちょっと一応あれですね、スポットですね。すごい海の音も聞こえるかと思います。
またさっきのルートに戻りたいと思いますね。でもうすぐそこが本日の目的地になります。はい、ビスタポイントに到着いたしました。うおー、すごいっすね。ちょっと天気は曇ってて、これ天気良かった最高やったと思うんですけど、はい、いかがでしょう。ちょっと潮が引いてますね。だいぶ霧がかってきましたね。で多分ハイキングはトレッキングはもっと奥まで行けますし、南の方にも多分ずっと行けると思うんですけども、今からじゃあ帰りたいと思います。帰ってですね、筋トレちょっとしようかなと思います。はい、ガーミンさん使ってるんですけども、もう歩き始めて30分経ってますね。どうやらビーチは見えましたね。30分ぐらい歩いていけば着くと思うんですけども、行くべきですか？結構遠いと思うんですけど、これ向かっていきたいかな。いやでも遠いな。皆さん聞こえますか？多分プロペラ機の音がしますね。あ、いた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 。プロペラ機はやっぱ飛んでました。見えますか？あそこにいます。決めました。今ビーチに向かってるんですけども、今日筋トレしない代わりにちょっとビーチの方まで歩きたいと思います。帰りの時間も入れたら、まあ1時間以上は歩いて帰るので、今日この運動でいいかなと思います。カーシン、シンク、ホールト、アヘッドって書いてますね。 OK。 このことですね。ところどころ多分穴ができちゃってます。まあまあ流れ早いですね、これ。うわー、ちょ待って、なや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 、ビーチ見えてきたんですけど、めちゃくちゃ木が流れ着いてます。こんな感じにめっちゃ流れ着いてる。どうやらあそこから降りれるみたいですね。下のビーチまで行けるそうみたいなので、自分も行ってみたいと思います。あ、意外と降りれますね、これ。ただ自分の靴は濡れやすい靴なんで、本当に。はい、到着いたしました。鳥たちも散るってますね。はい、今度こそ帰りたいと思います。ただいま帰ってきました。いい運動になりました。もう夕方ですね。明日の朝は結構早いので、またまずはそうですね、明日の着る制服を、アイロンしたいと思います。終わりました。明日のパッキングもある程度終わりましてですね、明日のフライト準備も大体終わりました。明日はですね、こっからサンフランに戻るんですけども、自分たちが操縦する予定だったのですが、どうやら機種が ERJ の方に変わりまして、自分たちはデッドヘッド、乗客としてサンフランシスコまで移動となりました。でそこからですね、ちょっと長いんですけども、約2時間半シットタイムがあります。次の出発まで2時間あるわけなんですよね。でまあそこからハリウッドのバーバンクのとこまで行って帰ったら終わりです。なのでバーバンクからサンフランシスコが今年最後のフライトとなります。頑張っていきたいと思います。では今日はもう寝たいと思います。おやすみなさい。 See ya。 おはようございます。現在は朝の5時半前でございます。ホテルのシャトルバスで空港に向かいたいと思います。今年も無事に終わりたいと思います。いただいていきます。ただいまサンフランシスコ国際空港に到着しました。
到着いたしました。今朝、風を確認したところ、サンフランシスコの風がですね、南から吹いてるんですよね。なのでいつも使う滑走路と違う滑走路で離着陸が行われるので、こうなるとサンフランシスコって結構スローダウンするんですよね。自分が本来使用する機材も、そのせいでですね、遅延してまして、まだ離陸もしてないみたいですね。どうなるか分かりませんが、待ちたいと思います。やっぱりいつもこのラストデイ、最後の日に何かが起きるんですよね。今回に関しては最後の日、かつ年の最後の日にこう何か起きるんですよ。これ結構あれなんですけど、フライトクルーあるあるなんですけども、何か起きるときは必ず最後の日、もしくは最後のレグとかで、最後のフライトで起きるんですね。はい、それはさておき、ゆっくりしたいと思います。 hours later. 飛行機は間もなく到着するみたいですね。予定は10時半出発だったんですけども、自分たちの予定が、アップデートされまして11時50分となりました。飛行機はもうそろそろ着陸しそうなのでゲートに向かいたいと思います。今やっとサンフランシスコに国際空港に到着いたしました。飛行機が遅れて出発したんですけども、滑走路もいつもと違う滑走路を使って離着陸を行っていたんですよ。そうなるとサンフランシスコのこのオペレーションというんですか、流れが全体的に遅くなってしまってですね、今日も天気は悪かったので、日本の滑走路に離陸して日本の滑走路を着陸用に使っていたので、そのせいで時間がかかりました。それでも無事に、向かってきまして、バーベン県には到着することができました。自分たちはもともと2時間ぐらいそこで待つっていうことがあったんですけども、飛行機は遅れていたために結果として30分ぐらいのディレイに収まったんですよね。で、プッシュバックして、滑走路に向かっている最中にですね、フライアテンダントの方からそのコールがありまして、どうやらお客さんの一人がですね、ちょっと体調が悪いと、多分もう彼女は飛ぶべきではないというふうに話したので、自分はキャプテンに伝えて、キャプテンと相談して一旦ゲートに戻ることにしました。で、その方を降ろすことになりましてですね、自分たち本当はフロータイムというものがありました。そのサンフランシスコが混んでいるために離陸する時間を定められていたんですけども、それにはもちろん間に合わないので、また新しい離陸許可の時間をもらってですね、それが約40分後とかだったので、それまでに全部燃料をもう一回積んでですね、また新しいお客さんの人数と川の数からいろいろパフォーマンスとか出さなきゃいけないんですけども、そういうの準備してまた離陸していきました。離陸してからはですね、序盤はスムーズに行ってたんですけども、やっぱ後半はサンフランシスコに近づいてくると天気が悪かったので、何度かタービュランス、乱気流に中に入りながらこうしてですね、最後で視界がですね、初めの方悪かったんですけども、だんだん良くなりまして、自分が操縦してたんですけども、滑走路が見えて、無事に降りることができました。はい、荒れてましたがスムーズ、ランディングだったので、ランディングが良ければ全て良しということで、以上、2013年のフライトが無事に終わりました。家に帰りたいと思います。動画は以上になります。動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また来年会いましょう。 See ya!